ゾフィー・ユーリエ・フォン・ブランデンブルクは、アンハルト系天皇、フェルディナント・フリードリヒの二番目の妻。プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム二世とその既戦結婚、重婚の相手の一人である愛称ゾフィー・フォンデーンホフ、伯爵夫人の間に生まれた。同福の兄、フリードリヒ・ビルヘルムは、1848年から1850年まで、プロイセン最相を務めた。ユーリエは、 プロイセン区内長官のファレンティン・フォン、マッソーの屋敷で育てられた。若い頃のユーリエは、プロイセン宮廷で最も美しい女性と言われ、オルトビヒフォンナッツマーをはじめとする大勢の崇拝者がいたが、彼女は身分不相応だとして、彼らの求婚には応じなかった。1816年、ユーリエは、アンハルト系天皇、フェルディナント・フリードリヒと結婚した。 公爵夫妻に子供は生まれなかった。1825年10月25日、アンハルト経典公爵夫妻はパリを訪れた際、イエズスカイシサイルーさんの勧めを受けてカトリックに改修した。ユーリエは1827年1月13日になって、自らプロイセン宮廷を訪れて、イボアニのフリードリヒビルヘルム三世に直接改修の事実を伝えた。結果、 プロイセン宮廷はユーリエに対する怒りの声に包まれ、宮廷の人々は、経典公爵夫妻を激しくのった。ベルリン宮廷と経典宮廷の連絡は、ライプツヒ駐在のオーストリア総領事、アダム・ミュラーが担った。1828年には、経典に、ローマ教皇庁の在外交館が置かれているが、経典在住のカトリック信徒は、公爵夫妻に仕える。 カトリック聖職者だけであった。1830年に夫と死別すると、ユーリエは、長在司祭、ピーテルベックスを伴って、ウィーンに移り、1848年に亡くなった。ユーリエと夫の意外は、経典の宮殿に、公爵夫妻が建てたカトリックの残酷と、マリア城内教会の礼拝堂に収められている。ありがとうございます。